ジェームズ・ローリネーティスは、ミネソタ州ミネアポリス郊外のウェイゼータ出身の下、アメリカンフットボール選手。NFL のセントルイスラムズに所属していた。ポジションはラインバッカー。父親は、プロレスラーのジョー・ローリネーティス。ミネソタ州でも3本の指に入る裕福なコミュニティで、生まれ育った。高校時代、アメリカンフットボールの他にアイスホッケーでも、 活躍し NHL チームが2巡目または3巡目で指名するのではと見る向きもあったが高校3年時にミネソタ州の最優秀守備選手に選ばれた彼はアメリカンフットボールを選ぶだろうと NHL チームの指名を受けることはなかった高校卒業時に彼に奨学金のオファーを提示したのは地元のミネソタ大学とオハイオ州立大学の2校だけであり彼は オハイオ州立大学を選んだ。大学一年時の2005年は現在、デトロイトライオンズに所属しているボビー・カーペンターの控えとして、全12試合に出場した。シーズン最終戦となるライバル校ミシガン大学戦で、カーペンターが足を骨折したため、ノートルダム大学とのフィエスタボールでは先発出場を果たした。2006年には115タックル。 4作、5インターセプトの成績を挙げて、全米の最優秀守備選手に与えられるブロンコ、ナグルスキー賞を受賞した。またこの年、ビック・バトカス賞、チャック・ベドナリク賞の最終選考にも残り、ビッグ・転換ファレンスのファーストチームにも選出された。2007年には、ビッグ・転換ファレンスの最優秀守備選手に選ばれると、ともに、全米最優秀のラインバッカーに贈られるビック。 バトカス賞を獲得し2008年のドラフトにアーリーエントリーすればドラフトで全体10番目以内の指名を受ける可能性が噂されたが母校にとどまり2008年にロニーロット賞を獲得するとともにウォルター・キャンプ賞の最終選考に残った15人の一人となった大学4年間で彼は大学史上4人目となる3年連続チームトップのタックル数を記録した 4年時の1試合あたり10.0タックルはカンファレンス2位、全米14位の記録であった。2009年の NFL ドラフト2巡目全体35番目にセントルイスラムズに指名されて入団した。開幕戦から先発ミドルラインバッカーとしてプレーし、チームトップのタックルを挙げて、ラムズの最優秀新人選手に与えられるキャロル・ローゼンブルーム賞を受賞した。またスポーティングニュースより、 オールルーキーにも選ばれた。2011年は142タックル、3サ,サック、にインターセプトの活躍を見せた。2012年9月、ラムズと5年4220万ドルの契約延長を果たした。2017年4月11日、現役引退を表明した。ロードウォリアー・アニマルとして活躍した父親の他に、ジョン・ローリネーティス、マーク・ローリネーティスをおじに持つ。 ありがとうございます。